あ、始まった。おお、このチームね。なるほど。じゃあノアさんとジャバババさんということでね、これリーダーはもちろんノアさんですね。ですね、はい、間違いなく。え、本当ですか。いえ、本当ですか。いや、このね、即決力、これはもうチームワークがもう出来上がってると言っても過言ではないんじゃないですか。これは過言ではないですね。じゃあ、一人不明ですけど、ノアさんにあのリーダーを持って行ってもらって、あえてジャパパさんリーダーみたいな行動しません？あー、それありますね。じゃあノアさんがグイグイ前に出ると。そう、あ、あえてあえて、そうですね。てか、これ聞こえてるよ、大丈夫これ。いやね、なんかね、確かに左側ぐらいから聞こえてるんですよね。ダダ盛りじゃないのこれ。あの、一人チーノの声が聞こえるんで、チーノがいるチーム、もう最悪ぶっ潰しましょう。うん、はい、そうしましょう。よーし、行きましょう。リーダーどうしますか、最初は。どうしましょう。パン集めてますね、とりあえず。あ、そうですね、パン集めてください。あ、いたいたいた、あっちにいるわ、チームが。エトさんチーノ、うつ先生チーム、あれだけ聞こえてたの。怖い。やばいよ、もう。もエトさん、獲物持ってんじゃないですか、あれ。手に、ほら、振り回してますよ、今。やばい、エトさんにあれ持たせたら。いる、ローロさんいる、ローロさんいる。え、マジ？ほらほらほら。え、どこどこどこ？そこ。あ、あれ一人？え、一人？俺、ちょっと待って。お前ら、チームメイトにもう手かけたか？あえての別行動っていうやつ。CM で。あ、ちょっと面白いかもな。それおもろいな。じゃあ、3する？じゃあ、3。やば。散歩してるんだけど、普通に。え、散歩？一人で？なんで？誰チーム？あ、パン巻いてる、巻いてる。めっちゃ、おい、お前ら、これは俺らの番やぞ。我らのリーダー、ジャパパ様の前で。あ、いや、じゃあ、おい。あ、もうこれはあえて死んだわ。あ、みんなー、あ、やばい、みんなやめろ、お前近づくんじゃねえ。近づくんじゃねえ。おい、勘弁してくれよ。リーダーは俺を守る。え、ちょ、あの、シャーロンさん見ませんでした？あ、なんか散歩してましたよ、普通に。はい、階段1回降りてきましたよ。なんか自由すぎない？なんでそんな、まだショッピングモールだと勘違いしてない、ここのこと。いや、あの、君もはぐれたけどええんか。もうなんか自由すぎないよ、本当に。あそこのチームやばいぞ。多分ね、あ、お、いた。お、いますね、ほら。あ、本当だ。あ、ほんまや、あの目があっても合流すらしない。多分あのチームが一番最初に。ワンチャン。まだ2年後じゃない。多分死にますね、あそこね。死にますね。あそこはほっといてもいいということですね。うん、無視していいですね。だから強敵はやっぱ。何やねんお前。何マジで。普通に言う。ちょっとガチで集めますか。ガチで集めます。お腹が減ってきたんで。結構減ってた。めっちゃ怪しいんですよね。あ、ちょっと待って、パン。さっきヨン君取りに行ったのに。確かに置いてたからな。え、マジっすか。そう。取ってないんですよね、ヨン君あそこのパン。試しにふ、え、ちょっと待って。あ、爆発した。今ちょうど真上で爆発した。マジ？今めちゃくちゃ爆発音した。爆発音した。うわー、ユアン君だ。今、俺爆発音したやろ。ユアン君のチームでしょ。ユアン君かー、シャオロンさんかー、ね、ゾムかの誰かっすよね。間違いなく。爆発音が聞こえたと思うけど、誰が死んだか知らんか。誰が死んだ。俺はずっと1階にいたから分からんぜ。え？分からないっす。てか俺ら言っとくけど、お前らのチーム以外にはあの天涯孤独のシャオロンと天涯孤独のゾム以外には会ってないから、俺らマジかチーム、その死んだ人によっては俺ガチガチの知り合いで、俺ら、え、でも俺たちもそうじゃない。そうなんですよ。あそこっすか。ねえ、言ってそうっすよね。まあ、接触あったっけ。ってことは俺たちじゃないチームの中にボマーがいる。パン。後ろにいる。みんな後ろ。ちょっとやばいやばい。これ誰が死んだん。わかんないよ。いや、多分ね、でもうちのチーム一人見当たらへんから、そいつちゃうから。シャオロンさんやったら話変わってき。え、シャオロンさん。だとすると残党だな。え、ちょっと待って、俺らの安全性も若干怪しくなる。トンタンさ、さっきなんかシャオロンと一緒におったチームおるって言ってたよ。あれは誰なん。え、誰ですか。
でもなんかうつ先生とかと出会ってたみたいな感じ。出会ってた、出会ってた。でシャオロさんは多分あのいろんな人のとこ行って全員と接触して帰ってきてました。ちょっとあいつめっちゃけ推理要素がない。純粋に会った順番で言うやったら俺らの方が先やったから俺らじゃないよ多分。仮に死んだのがシャオロンだとすると意外とゾム・ユアン君チームはそんなに怪しくないのでは。いやてかね、ゾムも単独行動してた時、爆発した時俺らと目の前におったんよ。一緒にね、いたね。そうなんですよ。ってなってくると、で、しかもその爆発する直前てか、爆発するよりも前のタイミングで俺とゾムはもう完全に多分圏内に入ってたから。あの時初めて接触したみたいな感じだったから。そう、分かった。だとするとあれちゃう、ミトさん率いる元ヤンチームちゃうか。いや、あそこ情報がないんすね。ない、確かに。そう、唯一浮いてますよ。でも確かに。そっか、今元ヤンがいないのか、こんな感じ。そう、ナチュラルに元ヤン呼びやめてます。後ろに元ヤンチームいるぞ。え、やばい、やべえ、近づくな。やばい、やばい、やばい、やばい。えシャオさんやって、あの二人でボマーとあの、なんだっけ、あー、協力者的な。ある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 。ええちょっと待って、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 違います、違います。えちょっと待って、ちょっと待って、怪しい。え、今の、いや、お前が怪しいって。いや、俺じゃないって。俺ら白い、俺ら白い。ちょっと待って、えすいません、こっから僕孤立ルートですか、違うんです。じゃあ、あっちのチーム触れたんすかね。いや、多分ね、向こうのチームだと思うな。後ろから来たっていうのもそうですし、でも、推理的にもうだいぶ絞れましたよね。多分あそこの、あの、モテヤンチームでほぼ隠すよ。そうですね、あとは隠すね。そう、あとはどうやるか。誰だろう。えっとさんがリーダーありそうやけどな、 あの3人やと。ちょっとメタ的な推理になりますけど。あの3人だって、えとさんにする。そう、チーム的にね、あのえとさんにしそうっていう、我々らの勘です、これは。おいいだろう、いいだろう、いいだろう。やっぱアネゴダンスは、やっぱアネゴっすわ。声聞こえんだよな。ちょっと待って、お前らまた俺疑ってんのか、あいつら。お前終わった後後悔するからな。いや、正直ちょっと怖いですよ。ノアシ、ノアシ。いや、逆に僕が死んでここの潔白を証明する説もありますよ。僕がこのチームのためだったら身を粉にして犠牲になります。お、あ、話してる、やってるよ。おーす、あー、あー、おけだもらっかいな。おい、待って、こんな孤独は初めてやぞ。やだやだ。あ、ヒロさん一人になった。触ってやる、触ってやるぜ。あ、あ、やってしまった。これはここはガチ牢獄だぞ。二人全然助けに来へんのやつ。助けに来ないの。見捨てられてるやん。やっぱ今ヒロ君詰められてますよ、あれって多分今。でも俺たち死にたくないから、やっぱちょっとヒロ君はちょっと犠牲にする方針で、うん、ちょっと犠牲にしますか。いや、出たかったらリーダーを教えな。ガチ悪党だ。まあ、もしかしてボマーですか。まあ、囚人だからね、俺たちは。そう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 、これぐらいなんすか。これぐらいで何にやりてんすか。もう全員がつくなんて怖かねえんだよ。あ、見に来た、助けて。お前らの大事な仲間はこっちで捕まってるぜ。助けてってよ。めっちゃ逃げてる。詰め方えぐない、あれ。もう入ってるで、県内全員完全にやってる、あれ。やばい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 、これちょっと見捨てられ方ちょっとかわいそすぎるから出すね。あの、やった。あの、大切にしてもらえな、だいぶ離れてったよ、あいつら。あんまり信用しない方がいいかも。
まあなんかかける言葉もないけど、王子強く生きて。じゃあね。じゃあね。多分、ね、多分そっちのチームでも孤立すると思うよ。じゃあね。まっすぐ書き方。書き方。やばいな。いや、仲間って何なんですかね。ちょっと深い問いかけやめてほしい。ワンちゃんロボロさんめちゃめちゃ怪しまれてるんで、寄ってくるのは思うしかないですね。いやそうですね。いやみんな見てるよ。賢いな。みんな見てるよこっち。絶対怪しいって言ってんだろうな。行動全部監視されてますよ俺たち。やべえ。誰か。あれ？これは。ボマの疑いやりウツ先生ですね。あーじゃあ離れた方がいいですね。とはいえちょっと様子を見たくなるのがね。こちら上っすかね。上かな。上ですかね。ちらちら。下かな。下っぽいですね。まあ上屋上見ますよ。そうですね。逆に屋上がこれ穴場説。今クォーツも欲しいですしね。確かに。そうそうそう。クォーツあと2個か。2個欲しいっすね。早めに。どうなんですかねみんな。やっぱ1階か。まだ僕を探してないってことはね、他チーム多分クォーツ集まってないっす。あ確かに。確実に今疑われてるの僕なんでね。いや疑われてますね。でも2人は信じてください。僕が白だってこと。いやもうここまで来て疑うとかないっすよ。そうですよね。いやボマーやったら相当しめしめって思うとこなんですけどね。あかんな、こんなん言うとまだ疑われるな。違います。よかったよかった。まあ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 ね。え、まあ、もしボマーでしたら最悪あれっすね、はい、ノアさんやっちゃって僕も仲間にしてください。ちょ裏切るの。めっちゃ捨てたな今。エイムは私の方がいいので、私を仲間に。あ、そうなんですか。あちょっと一回みんながどこか。あ、逃がす。え、あ、どうも僕です。すいませんね突然。いやちょっとね解説させてもらいます。いやねここでロボロさんが下に降りるんすよ。だけどさっきジャボさん階段にパン仕掛けてあったじゃないですか。なんでパン取られたらまずいなってことで、この青の4階のフロアに逃がそうとするんすよ。だけど気づかずロボロさんとドアさんが下に降りちゃって、ジャボさんも多分焦ったんでしょうね。やばいなー思って3階に追いかけに行くんですよ。したらドアさんが突っ込んでいっちゃうっていうね。ロボロさんだけやってたらまだ良かったんですけどね。あ、以上です。いや、そろそろ誰か死ぬっしょ。そろそろボマも殺したくなってきてるから、誰か近づいてきたらもうダッシュで逃げましょうね。え、でもやっぱり距離は保ちましょう。やっぱり誰も爆破されないとこ見るにロボロのとこっぽさはない。あるね。あるね。あ、わかった。じゃああえて近づいてみる。え、それ死ぬね。いや、クォーツが、クォーツが見つかったら、そうそうそう、俺突っ込んでロボロのとこだけ。あ、なるほどなるほど。ウェイってやってきたら確定するしっていうことか。そうそうそう。そしたら良さそう。3分の1引いてくれるか。チーノ、あー任せてくれ。あなたの死は無駄にしないよ。もう死ぬの確定したわ。死ぬ。これで意外とトントンとかだったら、うん、一人だけ触れてちょっとまた離れてみるとか。あり。それが一番でも確定しやすいですね。わかりやすい、実に。お、こんなところあるのか。こんなとこあるんだ。ふっ！え？うわ！え？え？なになになに？え？ちょ、上やったな今。急に来るやん、マジで。ほんまに怖い、なんそれ。あれ、ジャンプ大工員。あれ、ジャボさんいる。あれ、あれ、もしかして、え、あ、上にジャパさんはおる。ジャパじゃね、だって一人であの人行動するわけなくない。確かに外れちゃった。それか、二人が死んだか。ノアさんとロボロだから。いや、確認したいね、誰が死んだか。おーい、誰死んだ。おーい、
これジャパパさんだけ来てるぞ。ジャパさんだけ来てるの？なんで？ジャパパさんもしかして地雷で二人殺したかもしれんわ。じゃあちょっと待って地雷設置して俺と二人あれちょっとはぐれちゃってはいはい地帯行ったら頭が二人死ぬ。二人死ぬってある？絶対ジャッピだ。絶対ジャッピでしょ。これはもう、とりあえず殴るしかない、やつを。ちょ、一回ちょっとめっちゃ来てる、めっちゃ来てるって。やべめっちゃ来てる。ファンの差はある。あ、死んでる、本当に。まずいよ、どうしよう。怖すぎ。あ、死の俺で勇敢なる騎士よ。我らが騎士よ。託します。これより正義を執行する。やべえ、勇敢だ。よし、これより正義。え、本当にジャパさん？え、ちょっと待って、本当にジャパさんか？ちょっと待って、二人死ぬってなんだ？あの状況がマジでわかんねえんだよな。なんで二人死んだんだ？地雷で先に2人ちょっとガガガガって走ってったところに地雷があった説。それか同時に入っちゃった。死体かなり近かったもんね。違う、片方がリーダーで1人死んで、ノアさんが巻き添えで死んで、ジャッピーボーマーだから生き残った。あり得る。あるか。でその説を確かめるためにやっぱジャッピーは結束べきだと思う。確かに。ただ正義のためにやっぱジャッピーと対話を図るべきかもしれない。いや、次なる犠牲者が出る前にでもジャッピと対話を。そしてあの正義を執行しなければ。正義を執行しなければ。どこだ？ジャパさんどこ行った？おい、お、近づくな。なんで二人死んだんだ？いや、これ以上はもうチームの存亡にかかってくるから、お前らに情報は出せん。え、そうなんか。え、でもそっちで怪しい人おらんの？こっちはほぼないで。いや、こっちはね、チームの強みの言葉で言ってやってくださいよ。言ったってくださいよ。このチームの強さを。こっちにいるわけないだろう。そうだよ。めっちゃ弱そうだったね。うるせえな。いや、そっちはどうなんだよ。弱くねえのかよ。弱くねえよ。こっちなんかお前、いやでもちょ、弱さは1個ある。まだクォーツがかろうじて1個とかそんなレベル。怪しいな。そっちは何個や？何個だ、言ってみろ。うん、これより正義を執行する。まだ早い。待って。いや、ちょっとね。いや、俺これジャパさん抜くかと思ってるんだよ。ちょ、話変わってくる。それは一回離れよ。これ多分。多分ジャパパさん近づいて喋ったとき、多分ヒロ君ギリギリ入ったんじゃん。ああ、そう、結構ギリギリの距離やった。それか、なんか牢屋のところで近づいてやったじゃないですか。うん。あん時のやつがまだ残ってたみたいな。あ、確かにあり得る。パンでとか地雷で殺してる可能性が高いから。そう、パンとか地雷で。確かに。そうなってくるとジャパパだこれ。うわ、ちょっと、あいつら剣持ってるって先越されるぞこれ。やばい、これ先越される。ちょ、やばい。早くクうわあ、ああ、やばい。ちょっえ、誰が死んだ？いや、ジャッピだって。正義を執行するか。正義を執行せよ。正義を、うわぁ、ジャッピージャパさん。いやぁ、なんでですよね。違いますよ。ジャパさんですよね。いや、聞いてください。どうしたんすか？本当に聞いてくださいよ。今、追いかけたら、じゃあ一回死体見に行きません？だとしたら、撃つ。
もうやるしかねえんだ。おお許せー。やだー、全員失効する。よし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 よいや、いざね、あの剣を持つとね、判断が鈍る。ちなみに、雪玉は使わなかったんですか、ジャンプさん。そう、使うタイミングがちょっとなかった。あー、それでか。もう最悪、剣振りかぶる前に投げたってよかった。あー、ほんまや。助け。それやばい、それやばい。あ、それやられたらちょっと。どうしよう、狙ってやる。もう最終手段みたいな。それじゃあ、ね、もうジャバさんが一人やって、俺が剣でもう一人やって終わりだよ。そう、終わり。終わりだよ。わ、それやばいな。美味しいポジションやな。どっちにしても勝ってるっていう。どっちにしても勝ってる。美味しいポジションやん。え、ちなみにさ、最後、あの確かにそうっすね。え、トントンとタツニキは両方行ったの？ね、地雷多分仕掛けられたやつに引っかかったかな。あー、で最後、キビラチームしか行ってなかったよ。そう、あれ、ジャバロさん多分階段に仕掛けてたんですよね。そうっすね。あー、引っかかった。いや、あれはすごいプロやったもんな。プロやったら、いや、マジで上か下かって悩んで決めたら、もう行っちゃった。いや、マジで知らんことある。ジャバロさん、いや、誰か死んだな、言うてた。